はいどうも、ダークネスローズです。えーと、こんばんは。<laughs> えーと、今日何日だっけ、えー、?12。うん、1月12日の水曜ね。はい。えーと、まあ特になんでもない日なんやけど <laughs>。まあね、えーと、まあ実際さ、 まあもう正月も終わってとかいう話も何回かして、まあ実際冬休みとかは昨日とかで終わってるんかな。で、まあ、あのー、いわゆる大阪の方、まあ大阪の方っていうかまあ関西の方で、あのー、いわゆるね、年末の、年末じゃない、年末ね、あの正月のさ、恵比寿、恵比寿末、恵比寿さんとか言うやんか。まあそんなんもさ、まあ、ちょうど昨日までかな。昨日もちょっとあって、あれ多分ね、10日とかの方が人多かったんかな。 昨日は全然その、うん、場所場所がどうなんかな <laughs> その神社自体がある場所は知ってるんやけど家の近所のね、うん、ただまあ時間的にその俺が帰ってた時間が6時前ぐらいだったから、うん、あの近所歩いたらもうちょっと人多いイメージだったんやけどね、うん、前はね前っていうか去年去年帰った時はその人がその まあそれが何日だったか覚えてないんよ10日だったんか11だったんか。まあイメージ的にさ、10日エビスとかって言うから10日のイメージよね。あただ俺10日はあれ何曜だったっけ月曜だった、うん。多分その祭日やったよね。10日は。あの、成人の日かなんかで。だから俺10日動いてないから休みだったし。うん、だから11からしか動いてないから、その、 分からんけど10日とかまだ9日の,その日曜日のこととか分からんけど多分まあその日の方が多かったんやろね11は全然その俺が帰る時間帯は全然人そんなにうんなんかうんお祭りって感じではなかったけどねまああったはあったんだと思うけどその神社に行きさえすればあるはあると思うんやけど全然そ,のそんな感じじゃなかったなんか屋台がバーで出るみたいなこともなかったしねうんなんか屋台行ったらね あのー、欲しくなるよねあれってさあの昔さ光くんがさ屋台屋台っていうかあの敵屋に突っ込んでさあのー、当たりくじのやつやってたけどまああれなんてさほぼほぼ当たり入ってないからまあ、入れてる時もあるけどあなんか知り合いに当ててあげたりとかさあのー、なんかたまに気まぐれで1個や2個をその当たり混ぜといたりするぐらいで正直あれほとんど当たり入ってないよ実際。ほんあのー 当たり,くりの闇というかもうほんまに暗でまあ入ってないというか入ってはいるんやけどそのも,もの種類にもよっては入ってるものと入ってないやつがあるんやけどその入ってるものはクッソ安いものは入ってるんよね。例えばゲームとかでもその中古のなんかね1世代か2世代ぐらい前のゲームとかがああの出てたりするよね商品で。ああいうのはまあ当たったりするんよ。 まあ当たったたたっっりりりすするるてていうか当たりを入れてたりするんよやけどあのー、例えばスイッチとか PS5 とかまあそんなんがさそのドーンと置いてあったりするんやけどそれって1個しかないよね当然のことながらスイッチなんか1台しかなくてそんなんがポンポン出てたら当然ねもう物がなくなるから多分1個しかないんよそこに飾ってあるその1個しかないから当たったらもうそれなくなるんよね。で 多分、あのー、お祭りってまあその日によるけど、まあ、今回の江別さんとかの3日間とかなんかなでその年末年始だったらまあその正月で123まあ下手したら12月の31から123とかになるんかな。やからまあ3日までは置いとかなきゃいけないよだから3日とかワンチャン出たりするんよね当たりが残ってたらねないんやけどまあそれでも1個しかないからほぼ入ってないようなもんなんよ 下手し多分その初日とかは絶対入ってないそもそも入れてないと思うよ当たり自体を。だからまあ,まあそういうもんなんやけどその当たりくじとかうんぬんかんぬんだけじゃなくてまあ例えば売ってるそのまあお菓子とか食べ物あるやんかえとリング焼きとかさまあ,にあ,のななにあとポテトとか唐かか揚げとかいろいろあるやんか。ああいうのをさ その原価率で考えたらまあ原価俺原価中嫌いやからさあんまそういうの言わんけどまあただそれにしても高いやんか言ったら冷静に考えたらあの量と値段がまあその感覚的におかしいやんみたいなのあるんよねだから基本欲しくないけどその場に行くとちょっと欲しくなっちゃうよね俺もさバイトしてたことあるんやけどそういう敵屋みたいなとこでその時にまあ言ったらそこってまあ あのー、ほんまに臨時雇いみたいなとこなんやねまあそりゃそうやねその祭りのシーズンにしか人いらんからまあそういうとこなんやねだからそのめっちゃその何て言うんかな扱いがいいんよ我々のそのバ,バイトしてる子の扱いがめっちゃいいんよそのまあ何日か泊まりで仕事だったりするからきついんやけどそのまあ言うてもなんやろうその。 食事とかそういういの全部面倒見てくれるよ、ね、まあこっちが1銭も出さなくていいみたいな状態なんよだから金割と余るんよねその期間の間とか3日間なら3日間ぐらい金が完全に余るよね使うことが他になくてまあタバコ買うとかぐらいね俺とかだったらねまあタバコ買うとかお酒買うとかお酒もワンチャン買ってくれるからねうんやからタバコ買うぐらいなんよ俺らでもそんなんやからまあ金に余裕があって ったていうのもあるんやけど当時時ねねその時ねもうほんまに23年前やけどまあまあ余裕があったっていうのもあるんやろうけどそのまあねその時間もまあその人が混んでる時はもちろん開けられへんけど暇な時なんかいくらでも開けられるんよね言ったらまあ人ももう一人おるしワンチャンその人に出ててもらえれば俺その間ふらふらどっか歩いていっても全然怒られることもないからだからまあなんかちょっと見といてくださいっつって。 出てて行っまあそのトイレ行ったりとかねそんなんするんやけどその時にあのー、まあね近所に唐揚げ屋さんあのー、よくさカップに入ってる唐揚げってああいうお祭りとかにあるやんかなんかカップに串刺した唐揚げあの唐揚げ棒みたいなやつがあってそれが何かあのー、カップの中に突っ込んであるやつ。まあ、要は串に唐揚げを 23個刺してまあヘに4個ぐらい刺してそれをなんかでっかいカップの中に突っ込んであるやつでよく売ってるやんあれがその斜め前俺がいたところのくじやったんやけどそこの斜め前に、あのー、ずっと売ってていい匂いがずっとしててんよあのいわゆる揚げ物の匂いがめっちゃしててうまそうやなと思ってて。 でもまあ言うても高い値段見たら高いんよね何ぼだったか覚えてないけど少なくともそのコンビニとかであの唐揚げとかあるやんああいうので買うのの何倍も値段すんねんなだから俺もさすがに最初買わんかったよ何だったらこれ後でコンビニで買ったらいいやんって思うからその時はさすがに買わんかったけどさすがに最終日ともなると俺もなんか欲しくなってまあ1回ぐらい買う 食いたいたよな,ってなんかその仕事中につまむだけでもいいからなんか食いたいよねってどうせその仕事終わるまで飯食われへんから言ったら。やからその間になんかつまんだりすんのに欲しいよねと思って買ったんよね。あのね全然ま,あねまずくはないよ普通にうまいけどその,その値段払って食うほどのことでは絶対ないんよねししかもその時仕事中やったしね。 あのー、あれ多分お祭り気分でその遊びで行ってたら多分うまいと感じるんやろうけど <laughs> ああいう状況の時に食うべきじゃなかったな、うん、あの売り子さんのね女の子はめっちゃ可愛かったよ <laughs> だから行ったっていうのもあるんやけどぶっちゃけねうんまあねそんな感じでねまあねお祭りとかはね割とね楽しいと思うんやけど結局その行かなかったなって思って <laughs> 年末年始年末年始はちらっとその通るぐらいはしたけど その今回は特にあれやったな。次いつやろうなゴールデンウィークかな <laughs> ずいぶん先やな。3月とか4月とかってなかったっけお祭りとか。ないよな、特にな。はい。で、えっ、ー、と、昨日さあーとな、何の画像やったっけえっ、ー、と、ミルクティーか、リプトンのミルクティーかなんかの画像をね、使ってたんよね。サムネというか、画像に。それについてさ、俺一言も触れなくてさ、その喋ってて。 まあ大した話もしてないにもかかわらずなんかそのサムネに触れるのを全く忘れてたから今回今日はささすがにこのピカチュウかわいいこのピカチュウっていうかなんかその多分ねまあ尻尾見れば分かるんやけどまあ女の子なんやろねあとそのまつげとかあるしなんかしかもなんかリボンとかめっちゃつけてるから多分女の子のピカチュウなんやろうけどめっちゃかわいいよねしかもこれ色違いなんよねあの正面にいることは普通のピカチュウで多分 斜め後ろにいる青,青いリボンつけてる子は多分これ色違いやんねなんか薄いもんね色が <laughs> 薄くてちょっと濃い色してるから薄くて濃いってなんかあれやなあの薄くてちょっとな,なんていうの暗い暗めの色になってるから多分これ色違いなんやけどめっちゃ可愛いよねこのまつげの感じもねポーズ的にもなんかそのなんていうの口紅でハート描いてるのとか可愛いしな <laughs> はい ま、そんな感じでね。まあ10分以上喋んのもなんかあんまり良くないんで。はい、あのこの辺で終わります。はい、ダークネスローズでした。バーイ